今日は Amazon カタログ作成の際の注意点ということでね、カタログ作成は正確にというお話です。最近、アメリカの Amazon では、カタログ情報が不正確だったり、ガイドラインに違反しているカタログが削除されています。それがね、今まではインベントリ画面で直せとかね、 なんか通知が来てね、えー、修正しろというの来てたんですけど、最近は何のお知らせもなく FBA 納品しているカタログがある日突然削除されたと、ねで。商品が問題あったのかなと思って、まあでも、ね、同じ種類のカタログまだ残ってるんで、その違いを見つけて質問したらね、どうも え、システムが、えー、間違えたカタログを消してるという現象が起こってる。まあ、現象が起こってるっていうかね、えー、もう通知しても治らないから、もう強制的に消しちゃうという形でね、えー、システムが、えー、カタログを、ログでもないカタログを、あるいは間違えたカタログをどんどん消しちゃってます。で、またね、消されなくても、例えば、まだアメリカほどね、そういう、 激しいいい形のシスステムははオーストラリアでで動いてないですけど、ただ、基準通おりカタログ作んないと検索上フリ、ね、表示されないとか、ね、検索上不利なことは間違いないんでカタログ作る際は、えー、きちんと確認して、えー、基準に合致したカタログを作ってください。もちろん、ね、これでいいでしょうかとこれは公開とこれは公開とこれは公開とと質問してくれれば、まあ、サポートしてます。タイトル メーカー、ブランド名、メイン画像、えー。この4つが基準に合致してないというカタログね、えー、サクッと消されるとかね、えー、今まで使えたけどね、えー、表示されなくなっちゃったとかいうのがね、えー、ちらほら報告ありますんで、まあ、こちらのね、えー、タイトルのチェックポイントとか、画像の要件とか、ねえー、確認して、まあ、きちんと 商品状態を正しく表しているカタログを作成してください。また、ね、作成してないカタログだけで、人のカタログでこれどうなんだろうという商品はね、出品する前に、あるいは、ね、納品した後でも、このカタログどうでしょうというのでね、ご質問ください。あの場合によってはね、何もないうちに修正すれば、まあ、よりアクセスが来るとか、いうこともありますしね、あの最近、 うん、カタログ不正確なのをな、えー、くすというのにね、かなり特にアメリカ力を得てますんで、まあ、オーストラリアもね、えー、いずれそのアメリカのように、えー、きちんとしてくると思います。またそれより何より、えー、きちんとカタログ作った方が当然売れるということなんでね、えー、カタログ作成の際はタイトル、メーカー、ブランド、メイン画像、もうこれはきちんとね、えー、正しい形で Amazon のガイドラインに合致した、えー、カタログを作成してください。